堀口教授は、日本の男性総合格闘家、空手や屋、YouTuber、実業家、群馬県高崎市出身、アメリカ合衆国フロリダ州、ココナッツクリーク在住、アメリカントップチーム所属、現来人バンタム級王者、第7代ベラトル世界バンタム級王者、日本人史上初のベラトル世界王者、ベラトル世界バンタム級ランキング7位、 第9代シュート世界バンタム級王者。日本人及び軽量級総合格闘家において、世界トップクラスの実力を有しており、アメリカの総合格闘技団体、UFC 在籍時は、フライ級ランキング最高3位まで上り詰め、UFC186 のメインイベントで、当時の UFC 世界フライ級王者デメトリアス、ジョンソンと対戦した。 入場時の堀口父親の影響で5歳から、伝統派空手をはじめ、プロ格闘家になった現在でも続けている。高校の時に、プライド、K1 などを見て、山本キッドのりフみに憧れ、高校卒業と同時に、山本のりフみのジムクレイジー B に入門し、内弟子となる。2009年12月20日、第6回東日本アマチュアシュート。 オープントーナメントフェザー級に出場、優勝を果たしプロへ昇格した。2010年5月9日、プロデビュー戦となった、シュート2010年度新人王、決定トーナメントフェザー級2回戦で、川名蘭明と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。12月18日、シュート2010年度新人王、 決定トーナメントフェザー級決勝で赤尾誠二と対戦し、スタンドパンチによる小勝ちを収め、2010年度のシュート新人王となった。2011年9月23日、シュートで直撃ガモンと対戦し、右ストレートでダウンを奪ったところに、パウンドで追撃し、小勝ち。デビュー以来6連勝及び5戦連続小勝ちとなった。2012年1月8日、シュートで、 元王者、上田正勝と対戦し、寝技や組技への対応も見せるも0から2の、判定負け。プロ7戦目での初黒星となった。3月10日、シュートでトール派肌、ロートを対戦し、パウンドで小勝ち。7月16日、シュートで、井上学と対戦。1、2R は、打撃で優勢に立ち、3R は、井上の寝技の前に劣勢になるも、 判定勝ち。12月24日、VTJ ファーストで TPF バンタム級王者のヤンラブランドと対戦し、判定勝ち。2013年3月16日、シュート世界フェザー級チャンピオンシップで王者戦、久保博正と対戦し、寝技が得意な王儀久保相手にに R に、スリーパーホールドを極めて一本勝ちを収め、王座獲得に成功した。試合後には、 シュートは踏み台。もっと上の舞台でやりたい。やっぱり UFC に出たいですね。と UFC 参戦を希望した。6月22日、v t j セカンドでバンタム級キング・オブ・パンクラシストの石渡慎太郎と対戦。接戦を制して 5RKO 勝ち。9月14日、UFC が堀口の参戦を正式発表。10月19日、 UFC166 でダスティン・ペイグと対戦し、西小勝 UFC 初戦を小勝で飾った。2014年2月1日の UFC169 でクリス・カリアソと対戦予定であったが、自身の負傷により欠場。5月10日、階級を フライ級に落とした UFC ファイトナイト、ブラウン VS、シルバで、フライ級ランキング15位のダレル・モンタギューと対戦し、判定勝ち。9月20日、日本で開催された UFC ファイトナイト、ハント VS、ネルソンで、ジョン・デロス・レイエスと対戦し、一子勝ち。2015年1月3日、UFC180 に似て、ルイス・ゴーディノと対戦し、判定勝ち。 UFC4 連勝を飾った。4月25日、UFC186 で行われた、UFC 世界フライ級タイトルマッチで、王者デメトリアス・ジョンソンと対戦し、試合終了1秒前に腕ひしぎ十字固めで、自震初の一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。9月27日、UFC ファイトナイト、バーネット VS、メルソンで、 フライ級ランキング13位のチコケイマスと対戦し、判定勝利。10月20日、シューと世界フェザー級王座を返上。2016年1月11日、練習環境を考慮した結果、クレイジー B から、アメリカの名門ジム、アメリカントップチームに移籍。11月19日、UFC ファイトナイト、モーサシ VS、ホール2でフライ級ランキング8位のアリバガウティノフと、 対戦し、判定勝ち。2017年2月20日、UFC との契約満了後に契約を更新せず、フリーエージェントとなっていた堀口は、ライジンに参戦することが発表された。ライジン参戦については、単純に、日本を盛り上げるために帰ってきましたと話し、UFC で組まれる、試合数が希望より少なかったことに対する不満も、述べている。 またこの際、ベラトルのスコット・コーカーからも UFC を上回る条件でのオファーを受けていたが、お金は問題じゃない。日本に戻って、ライジンで活躍することで、日本で若い才能が生まれる土壌を作る。そうやって、日本に MMA が成長し続けるよう戦っていきたいと、返答をして断っている。4月16日、ライジン初戦となった、 ライジン2017意味横浜で元谷友隆と対戦し3から0の判定勝ち7月30日ライジンファイティングワールドグランドプリー2017-1ショートトーンラウンドから夏のジンマイナスのバンタム級トーナメント1回戦でところ秀夫と対戦し長い距離を一気にステップインすると右フックを当てダウンを奪ってから追撃のパウンドで小勝ち 12月29日、ライジンファイティングワールドグランドプリー2017に、ND ラウンドのバンタム級、トーナメント2回戦で、ガブリエル・オリベーラと対戦し、左フックで TKO 勝ち。12月31日、ライジンファイティングワールドグランドプリー2017、ファイナルラウンドのバンタム級トーナメント準決勝で、マネル・ケープと対戦し、3R に、片固めで一本勝ち。 続く決勝戦で、石渡慎太郎と約4年半ぶりに再戦し、右フックで小勝ち、トーナメント優勝を果たした。2018年5月6日、雷神10で、イアン・マッコールと対戦し、試合開始9秒で、左フックにより小勝利を収めた。7月29日、雷神11で、シューと世界フライ級王者の王儀、久保広正と約5年ぶりに再戦し、 3から0の判定勝ち。9月30日、ライジン13でナスカワ天心とライジンキックボクシングルールで対戦。初のキックボクシングルールでの試合となったが熱戦を演じ、0から3の判定負け。12月31日、ライジン14のライジン初代バンタム級王座決定戦でベラトル世界バンタム級王者ダリオンコールドウェルと対戦。 コールドウェルのプレッシャーとテイクダウンを前に収縮戦を強いられたものの、ローキックやボディへのパンチで試合をコントロールし、3R にフロントチョークで一本勝ち。初代来人バンタム級王者となった。2019年4月18日、YouTube に動画が投稿され、今日から YouTube を始めることになりました。皆さんよろしくお願いします。と、YouTuber としての抱負などを語った。 4月21日、ライジン15で、元 UFC フライ級8位のベンウィンと対戦。ウィンが強引に詰めてきたところへ、右のカウンターを合わせて、ダウンを奪い、立ち上がった相手に、打撃で追い打ちをかけて 1RKO 勝ち。ベラトル世界王座獲得6月14日、アメリカニューヨークのマディソンスクエアガーデンで開催された、ベラトル222のベラトル世界バンタム級。 タイトルマッチで王者ダリオン・コールドウェルに挑戦。前年大晦日のライジン14以来約半年ぶりの再戦となった本試合ではアマチュアレスリングをバックグラウンドに持つコールドウェル対策としてテイクダウンを仕掛けられてもケージにもたれかかり背中をマットにつかせないようにし上のポジションを取ってもほぼしがみつくだけのコールドウェルに下から細かいパンチをコツコツと当てて ポイントを重ね、5R3 から0の判定勝ちで、大座獲得に成功、日本人初のベラトル世界王者となった。8月18日、ライジン18で朝倉会と対戦。試合開始直後右ストレートを放ったところに、右のカウンターを合わされ、そのまま朝倉のラッシュを止めることができず最後は、ロープ側でよろめいたところに再び右ストレートを受け、 キャリア初の小負け。実に4年ぶりの黒星となった。11月7日、右膝前十字人体断裂と、半月板損傷により、全治10ヶ月と診断されたため手術を行い、朝倉会と再戦を行う予定であった、ライジン20を欠場。28日付で、ライジンバンタム級王座とベラトル、世界バンタム級王座を返上した。 2020年12月31日、約1年4ヶ月ぶりの復帰戦となった、ライジン26のライジンバンタム級タイトルマッチで、王者朝倉海と再戦。序盤から、右カーフキックで左足を破壊し、朝倉の飛び膝蹴りに、カウンターの右を合わせ、さらに右フック2発をヒットさせて、ダウンを奪い、追撃のパウンドで一四個勝ち。王者奪還に成功し、 リベンジを果たした。2021年9月10日、自身の SNS において、ベラトルへの定期参戦を発表した。同時に、来人代表の坂木原信之も声明を発表し、条件が整えば、年1回は日本で試合ができる契約であることを、記した。12月3日、アメリカコネチカット州、アンカスビルのモヒガン3アリーナで開催された。 ベラトル272のベラトル世界バンタム級タイトルマッチで王者セルジオ・ペティスに挑戦 3R まで試合のペースを握り優勢に立つも 4R に右ハイキックからの連携で繰り出された左バックハンドブローが顎にヒットし小負け王座獲得に失敗したなお試合前に2022年に開催される優勝賞金100万ドルをかけた ベラトルバンタム級ワールドグランプリへの参戦が発表された。ありがとうございます。